数千万人の命を奪ったスズメとの戦争をご存知でしょうか。1958年、四川省のある農村を視察していた毛沢東はスズメが稲穂をつついて食べている姿を目撃しました。スズメのせいで米の収穫量が減ると思った毛沢東は激怒し、あの鳥は有害な鳥だと叫びました。彼の言葉が伝わるや否や、北京市にはスズメ殲滅総指揮部が新設され、すぐに大々的なスズメ掃討作戦が繰り広げられました。政府の指導のもと、町に溢れ出た数百万の中国人は手当たり次第にスズメを狩り、全国的に2億1000万匹のスズメが死んでいきました。ではスズメの掃討作戦の結果はどうだったのでしょうか。スズメが消えた野原は害虫が爆発的に増え、米の収穫量が激減しました。スズメの空白が食物連鎖の破壊につながったのでした。毛沢東の一言から始まったスズメとの戦争は深刻な食糧難につながり、4000万人の人々が餓死する史上初の大飢饉を招いてしまいました。